はい、マレーママ TV です。今回はバーの持ち方についてやっていきたいと思います。このバーと自分の距離ですとか、バーを持つ時のこうバーを持つ方の腕の角度ですね、こういうのがわからないなとか、自分がやってるので合ってるのかなって思ってる方に向けて動画撮っていきたいと思います。バーの持ち方一つで踊りも全然変わってきますので、ぜひ動画最後まで見てください。はい、それでは始めていきます。スタート。はい、それではまず片手バーを持つ時のやり方をやっていきたいと思います。まずバーの横に立ってアンバー、そしてアンナバーと手を上げてみます。これはいつも通り正しいポジションで上げます。そして2番ポジションまで開いて、肩から肘までは固定です。あの筋肉の向きも動かさない で肘から手先の方だけを下に向けて優しく下ろします。そうするとちょうどバーの持ち方にいい腕になります。でこれだとちょっと近すぎっていうことになるので、ちょっと離れます。でここでぴったりになるようにします。じゃあもう一回やってみます。アンバー、アナバーから手を横に開いて、肘から先だけひっくり返してバーを持ちます。はい、このようにするとこの反対側のこの辺の感じとバーを持っている方のここの腕の使い方が均等になるので踊りやすいですし、こういう風に崩れて見た目も悪くならないのでいいと思います。両方が同じようにバレのポジションにしっかり入った形で、はい、バーを持つといいと思います。これは一度こういう風に立ち位置を自分で音が始まる前に決めてからプレパレーションに入るといいと思います。音が始まってからああ違った違ったってこういう風に動くんじゃなくて、音が始まる前にあの立ち位置を確認して準備しましょう。はい、それでは両手バーの持ち方いきたいと思います。両手バーで持つ時も先ほどと一緒で、アンバー、アナバーンってして、肩から肘までは動かさないようにして、肘から先だけをひっくり返して下ろすところにちょうどバーがあるといいと思います。これだとちょっと近すぎなので一歩半歩ぐらい下がって、こんな感じです。はい、それやってみます。アンバー、アナバー、手を下げて持つ。はい、このようになります。でこの時にちょっと遠い時に背中が前に斜めになったりしないように、あのこのポジションを優先させて、でちょうど下ろしたところにぴったりバーが来るようにセットするといいと思います。前から見るとこうしてこのようになります。とよくやる間違いはこうしてこういうふうに肘を下に向けて脇を折りたたんでしまうっていう持ち方がありますが、これだとここの、あの筋肉が使えてなくて不安定になりますので、こう速い動きなんかに対応できないので、この脇と二の腕のところの筋肉が使えている、働いているところを保って、肘から指先の方を返してこういう風に持つようにします。はい、ちょっとしたことですけれども、まあ、こうやってバーを持つかこうやってバーを持つか、これだけで踊りやすさも変わってきますし、見た目も本当に全然違うので、ちっちゃいことですけどぜひ皆さんやってみてほしいと思います。はい、それではこの動画が少しでも面白かったなって方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。